皆さんこんにちは、エフェボチャンネルです。いつもエフェボへの投稿、エフェボチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、ボスのハードケース、ボスコンが3台入るタイプの、BCB30X というですね、小型のハードケースですね、蓋を開けると、横の方がえぐれていてですね、ケーブルが差しやすくなっている、こう配慮された設計というのがね、素晴らしいですね。で、先日、ベーシストの一慶さん、ボスの X シリーズでね、まとめられた、ベース用のボードでね、採用されておりました。で、ギタリストさんの方では、ヌンチャクゴリラさんの方がですね、ボックスの、歪みを入れられて、その上にね、ミニペダルも、置けるんだなっていう感じですけれども、上の方もね、えぐれているので、ケーブルが差しやすくなっているということでね、ぜひとも参考なさっていただきたいと思います。で、先日新規初投稿でヒラヤンさん、もですね、同じく BCB30X を採用されているんですが、こちら、ヌンチャクゴリラさんとね、こう見比べていただくとお分かりですかね、上下逆で使っているんですよね。なんかこうするとこう、両脇の BD2 がね、なんか飛び出てるみたいな感じでね、踏みやすそうな感じで、これはこれでありかなというふうに思いましたですね。で、かなり、台数も多く入れられていて、 BD2 の上にですね、ピッチブラックミニも置かれていたり、パワーサプライもね、縦置きしたりしてですね、玄関に挑んでるなと思っていたらですね、つい先日またアップデートされてですね、さらにエフェクターが1台増えてますよね。すごいですね。こんなに入るんだっていう感じですけれども、もうこれ以上入んないんじゃないかなっていうぐらい BCB30X をですね、使い倒してるっていう事例ですね。ということでですね、ボスの、一番小さいタイプの BCB30X、皆様方のこの事例を、お三方を見ていただいてですね、改めて注目なさっていただきたいと思います。ありがとうございました。